ち込まんと。僕が楽しませたるから。別にあなたと一緒に遊ぶなんて言ってないでしょ。そんなきついスミレちゃんも最高やわ。だからスミレじゃないって言ってるでしょうが。はあ、おがはも、いや、はいはい、報復に浸っているとき悪いが、さっさと行くぞ。行っちゃったみたいね。さあ、橘さん、僕たちも行かないと。ああ、気が乗らないな。気持ち悪い。そのセリフ、今日何回聞いたかしら。だって大丈夫かい。次はハイスピンコースだよ。ねえ、めぐるくん聞いてるの？ちょっとやめてよ立花さん。そんなに揺さぶられたら、うん、みやこさん、やめなさいよ。桃井くん困ってるじゃない。ハイスピンコースターはもう乗ったでしょ。次はイリュージョンマウンテンよ。え？取材のためには何度も乗ることが必要なのよ。一回乗っただけじゃいい記事は書けないわ。バカね。取材だからこそいろいろな乗り物に乗るんでしょ。何よ、マスコミュニケーションが何たるかも分かってないくせに。あら、今日は誰のおかげでここに来れたのか忘れたわけじゃないでしょうね。私は直人さんに券をもらったんだから関係ないわよ。どうした？ああ、そうだ、そうだよ。どうかしたの？これこれ、これ見てよ。ウォーターアイランドフォトコンテスト？そうなの。私たちが持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画なんだって。園内で撮ったベストショットをメールで送るのさ。優秀作品にはなんと賞金10万円。10万円。私たち5人で写真を撮ってコンテストに送ろうって決めてたの。すっかり忘れてたわ。ま、他にやることがいろいろあったからな。今から1時間は撮影タイムってことにしようよ。それで新聞部のめぐるくんに4人のうち誰の写真が一番いいか見てもらわない？いいね。そこで選ばれた写真が10万円に一番近い写真ってことになるんだな。このからくり時計の下で待ち合わせね。え、え？み
ちょっと。あれ？彼女たちどこに行くの？なんか携帯フォトコンテストに応募する写真を撮りに行くって言ってたよ。また1時間後にここへ集合だってさ。え？携帯フォトコンテスト？僕が持ってる携帯とウォーターアイランドのタイアップ企画らしいよ。優秀作品には10万円がもらえるんだってさ。え？本当に？じゃあ目黒くんも応募しなさいよ。え？僕が？で、賞金はみんなで山分けね。そんな無理だよ。僕写真なんて自信ないし。それに最近この携帯に変えたばかりだから、まだ数えるくらいしか写真機能を使ったことないよ。じゃあ私が撮るから貸して。え？お取り込み中のところ悪いんだけど、それ事前登録が必要みたいよ。それじゃあ諦めるしかないよね。もうどうしてこういう重要なことを事前に調べておかなかったのよ。そんなこと言われても。1時間後に待ち合わせ。結構時間があるわね。私たちもどこかへ行きましょうよ。それもそうね。じゃあここはめぐるくんの意見で決めよっか。え？また僕が？プールに行ってみない？せっかく水着持ってきたんだし。そうね、プールもここの目玉の一つなんだから、ちゃんと取材しておく必要があるわ。それにここのウォータースライダーはかなり種類があるみたいだし、記事にするにはもってこいね。しのぶは？別にいいわよ。せっかく荷物になる水着を持ってきたのに使わないのはちょっとバカらしいし。そうそう、私ビーチボール持ってきたの。そうだ、日焼け止めを塗り直さないとダメね。あ、私持ってくるの忘れちゃった。それくらい貸してあげるわよ。本当？桃井くんも使う？え、僕はいいよ。そう、若いうちからしっかり対策しておかないとシミになるのよ。うん、わかった。借りるよ。私、学校以外のプールで泳ぐのすっごく久しぶり。私もよ。前に買った水着はもうデザインが古いから新しいのを買ったの。え？どんなやつ？桃井くんの番よ。
ちょっとめぐるくん、よそ見しないでよ。早く取りに行かないとボールが流れていってしまうわよ。ごめん。やれやれ、やっと追いつけたよ。めぐるくん、早くボールをこっちへ返してよ。そんなにせかさなくても。早く早く。はいはい、わかりましたよ。いやー、眼福ですな、兄さん。え？なんだ、ザップか。そんなところで何してるの？何って、写真撮りに来たに決まってるやろ。写真？まさか水着の？ピンポーン。出ろ、みやこちゃんとしのぶちゃんの写真撮って送ったら10万円ゲットできそうやと思え。ダメ、そんなのダメだよ。あー、でもさすがに二人を画面に入れると小さすぎていまいちやな。どっちか一人に絞らんとな。なあ、どっちの水着の方がええと思う？どっちって言われても。そんな難しく考えんと、直感と好みでええから。僕は橘さんが着てる水着の方が好みかな。ほな、みやこちゃんを取っとこ。なんやねん、大声出して。勝手に写真なんて撮らないでよ。別にええやん、減るもんやなし。あら、あなたは。みやこちゃんもしのぶちゃんもよう似合ってんで、その水着。そう、ありがとう。あー、そや、さっきめぐるにどっちの水着が好みかって聞いたらな。あー、好み？なんでもないよ。な、ザップ。せやな。なんでもあらへん。あのさ。ザップは高校生？せやで、そっちもやろ。別に大したことじゃないんだけど、あなたたちはどうしてオフ会をここでやることにしたの？え？ただ会うだけが目的ならここでなくてもいいと思うんだけど。確か、みやびが言い出したんとちゃうかったかな。そうなの？自分で場所を決めておいて来ないなんて、ずいぶん勝手なのね。まだ来へんと決まったわけやないで。何か理由があるのかもしれんし。チャットのメンバーが顔を合わせるのは、今日が初めてだったんだよね。せやで。あー、でも1ヶ月前に、何？なんでもあらへん。あなた、みんなのことどれくらい知ってるの？例えば本名とか。知っとること？
そうやな。ハンドルネームと年齢くらいやな。他のみんなも同じやと思うで。携帯の番号とかメールアドレスなんかも知らないの？お互いの個人情報は聞かへんってリーダーのみやびが決めたからな。そうなんだ。あんな、頼みがあるんやけど。何？みやこちゃんとツーショット写真が撮りたいんやけど、シャッター押してもらえへんやろか。ショットがあかんかったら、みやこちゃん一人でもええから。ダメ、却下。そんな殺生な。しのぶさん、そろそろ行こっか。ここにずっといたら他の場所を回る時間がなくなっちゃう。じゃあ、僕も着替えようかな。まだ待ち合わせ時間まで余裕はあるわね。じゃあ、他の場所も行ってみようか。あのさ、観覧車に乗ってみない？混んでなければいいんだけど。観覧車って夜の方が綺麗じゃない？でもここって島だし、周りに建物だって全然ないから夜景はあまり期待できないんじゃないかな。昼間の方が海が見えて綺麗かもしれないよ。そっか、それもそうね。とにかく行ってみましょう。よかった。あんまり混んでないみたいだよ。足元に気をつけてください。え？狭いんだね、ここ。あー、こっちとそっち結構景色が違うじゃない。めぐるくん、交代して。ちょっと立花さん、こんなとこで暴れたら危ないって。みやこさん、じっと座ってなさいよ、子供じゃないんだから。はい。
ありがとうございました。あれ、めぐるくんたちも乗ってたの？え？ヤマトさん、もしかして一人だけで乗ってたの？そうだよ、観覧車で上からの景色も撮ってみようと思って。なんかやたら前のゴンドラが揺れるからさ、てっきりカップルが乗ってるものだとばっかり思ってたんだけどな。あ、あのさ、ヤマトさんは高校生？うん、1年だよ。そっちは？僕たちは2年なんだけど。あん、じゃあザップやミヤビなんかと同じ年なんだ。文字でしか会話してなかった相手と実際に会ってみてどうだった？みんなイメージ通りだった？イメージ通りで笑ったのはザップかな。あ、そうそう、みんなは私のこと男だと思ってたみたいだよ。え、そうなの？文字だけじゃ男か女かわからないし、みんな特に自分は男ですとか女ですなんて言わなかったし。へー、そうなんだ。それに私も人のこと言えないや。密かにカイは男なんじゃないかなって思ってたから。なんかいっつもなよなよしてて男の腐ったようなやつって思ってたんだけどさ、実際に会ってみたらあんな美少女だったんだもん。なんか納得しちゃった。待ち合わせ時間までまだ幾分時間があるわ。そうだね。それじゃあ次はどこ行こっか。そうだ、次はジャングルパークに行ってみない？ジャングルパーク？そこって面白いの？熱帯のジャングルを再現した施設らしいよ。カヌーなんかも体験できるみたい。なかなか面白そうね。じゃあそこに決定ね。そうと決まれば早く行きましょうよ。ちょっと何なのよこの蒸し暑さ。めぐるくん、出口はまだ？私、暑くて死にそう。出口って、たった今中へ入ったばかりじゃない。熱帯のジャングルを再現しているのよ。この程度の蒸し暑さくらい予想できなかったの？うるさいわね。物には限度ってものがあるの。ここは幾分開けたところだから空気の流れもいいみたいね。それじゃあここで少し休憩でも。ダメよ。え？ほら先へ進むわよ。ようやく暑さにも慣れて面白くなってきたところなんだから。
なかなか面白かったわね、ジャングルパーク。そうね、体験カヌーも楽しかったわ。うん、橘さんに強引に参加させられたけど、思ったより楽しかったよ。あれ？あの人どうかした？あそこにいるの、カイさんじゃない？おい、カイさん！あ、めぐるくん。カイさんは今一人なの？ヤマトと一緒にジャングルパークに行く予定だったんですけど、突然こういうところ苦手だからって言ってどこかに行ってしまって。そうだったんだ。それでカイさんはここで何してたの？ずっと何か見てたみたいだけど。え、それは。私も小さい頃にああやって肩車してもらったなって、なんか懐かしくて。カイさんは一人っ子？いえ、血のつながらない姉が3人いて、私はその一番下なんです。あ、そうなんだ。私は毎日姉たちにいじめられて、お城の舞踏会にだって行かせてもらえないんです。え？嘘ですよ。あ、そうだ。ねえねえ、チャットっていつもどんなことを話してるの？そうですね、学校であったこととかテレビの話とか、そんな感じです。カイさんは学生なの？ううん、高校は卒業したけど、ちょっと病気を患って大学受験ができなかったんです。ですから今はシルバーと同じ予備校生ってことになりますね。そうなんだ。チャットのメンバーで特に仲のいい人とかっている？ジャップとはよくパソコンの話をしていましたけど。あとはヤマトとシルバーは気が合うみたいでしたね。ミヤビはみんなのまとめ役って感じでした。チャット以外で他のメンバーと連絡を取ることってないの？ありませんね。ミヤビがチャット外での交流は一切禁止していたので。それじゃあまた後で。カイさんってなんだか不思議な人ね。ねえねえ、次はどこに行く？あ、ちょっと待って、時間を確認しておかないと。